このチャンネルは、のこねこの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、ねこ兄さんです。今回の動画は、多頭飼育崩壊から来た黒猫ヤマトはボス猫、ビビりで威嚇してた子が甘えられるようにということでですね、この子がヤマトくんって言いますよ。黒猫だからヤマト、いいですよね。すごくねイケメンさんなんですよ。今はねどこを触っても怒らないんですけれどもね、おもちゃどうかな。遊ぶ、遊べるやん。今までヤマトくんってそれほど遊んでたイメージないんですけれどもね、遊べるようになったんやね。よかったよかった。あ、タムタムくんがやってきた。あれ、遊ばなくなった。順番待ちしてるんちゃうの。タムタムくんもね順番待ちしてる感じがするな。いいじゃない、一緒に遊ぶ。飽きたわけではないですよね。あ、子猫のメリーちゃんもやってきたね。タムタムくん遊ぶ。ヤマト遊ばへん、撫でていこうか。じゃあ、いやー、ヤマトを撫でてもね噛まれないっていうのはいいな。これで膝乗ってくれたら最高やねんけどな。さすがに膝乗りはしないか。遊ばへん。え、実はおもちゃに飽きただけってこと。なんか後ずさりしたね。あ、メリーちゃんが膝乗ってたんやね。それでね遠慮してたのかもしれないですが、もう遊ばへんの。ふんふんに寄ってるけれども、猫パンチ。メリーちゃんも猫パンチしたね。横になって遊んでくれてるわ。ヤマトくん立ち上がって遊ぶな。さすが子猫、へそ天になったりとかね、すごい楽しそうやねんけれども、二人同時に遊んでるやん、いいね。ヤマトくんね、もともと多頭飼育崩壊から来てるんですよね。ということで猫ちゃんには慣れてるかなとは思うんですが、おもちゃ押さえてるやん。やっぱこれだけ遊びたかったんですよ。メリーちゃんなかなかええんちゃうでしょ。ええ顔するやんか。遊ぶ、猫パンチ猫パンチ。結構おっとりさんかな。メリーちゃんにおとりますよ。おケツに合う。お膝おいで言うてんねんけれども、ヤマトね結構体大きいのでね、もう少し甘えてくれた方がね里屋さんも見つかるかなとは思うんですけれども、ふんふんに寄ってるやん。それではですね、以前の動画をご覧ください。リラックスしてるんですけれどもね、噛もうとしたでしょ。頭撫でてるんですけれどもね、噛まれました。ドアップイケメンやね。おもちゃではねこの時そんな遊ばないんですよ。まあこのおもちゃがちょっと苦手やったんかもしれないんですけれどもね、ブラッシングもちょっと警戒してるんですよね。3ヶ月前はこんな感じでした、ね、今はねちょっとシャチホコポーズにもなってるんですよ。結構強めにね撫でても怒らない、尻尾を触っても怒らへんけれども、ちょっと嫌やったかな。またね近づくとこでスリーってしてくれるんですよね。環境に慣れて人に甘えることを覚えてくれたわ。あ、おもちゃがいい？加えてキャットハウスに入ろうとしたけれども落としちゃったね。おもちゃで遊ぶの好きか。どこ行くんや？あ、キャットハウスに入ってきたよ。で、ここで遊ぶ？頭だけ突っ込んでおりますわ。今回のお店は大阪地下鉄中崎町駅付近にある保護猫カフェキャットスペースさんです。移動する？
あ、2回行っちゃうかな、登っちゃったね。ということでついていきましょう。さあ遊ぶかな。もう遊ばない、遊ばないのでトントンしていきましょうか。トントン好きやもんね。でお尻トントンしてると猫ちゃん興奮することが結構あるんですけれども、遊び始めたでしょ。カミカミすんのこっち見てるけれどもね、チャチャちゃんがいましたね。この子はこたつちゃんですね。周りに猫ちゃん囲まれておりますけれども、タムタムくんがまたやってきた。ヤマトくん、猫ちゃんに囲まれてもね全く気にしてないということで、おそらくね多頭飼育はできると思いますよ。タムタムくんトントンすると泣いておりましたね。タムタムくんも興奮するタイプでしょうね。猫枕ね、ビクッとなったんやけれども怒らなかったね。この子はチムチムくんだね、遊んどるわ。チムチムにタムタムに、あとロンロンもいてるんですけれども、名前も可愛いよね。みんなで一緒に遊んでるのはいいですよね。多分みんなね猫ちゃんにも慣れてるなと思うんですが、この子は福くんかな。お尻タンタンタン、ヤマトくんにもトントン。カミカミして遊んでおりますわ。お目目クリクリで可愛いやん。激しく遊ぶわけではないんですけれどもね、みんなと仲良く遊べるっていいですよね。チャチャちゃんがすごい激しいな。ぽっちゃりボディなんですけれどもね。あ、ヤマトくんソファーの上でくるくる回ってたね。タムタムくん意外とね動かないな。こたつちゃんは遊ばへんか。黒猫ちゃんが並んでんのいいですよね。大きさを見るとね、師匠と弟子みたいな、そんな感じにはなっておるんですけれども、チャチャちゃんよく遊ぶの。あ、ヤマトくんはもう遊ばなくなった。まったりか。タムタムくんはね多分めっちゃ遊びたいんやと思うんですけれどもね、ちょっと遠慮してくれておるな。本当にね、みんないい子ばっかりやわ。やっぱね保護猫カフェで過ごすとね社会性が身についてすごくいいんですよね。ですのでね、猫ちゃんをお迎えするときはね保護猫カフェからっていうのが一番ね猫ちゃんも暮らしやすいかなと思っておるところでおすすめしてるんですよね。今後もね保護猫ちゃんの可愛い動画どんどん配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。以上、保護猫カフェキャットスペースさんでした。